ベーコンレタス列伝第13回、実況者のアルセです。こんにちは。みんな元気かな？今日も実況プレイ楽しんでまいりましょう。早速ですが、俺は今カツオ節ルートに入っている。本来なら幼馴染のツナルートに行きたかったんだけど、なぜかラム先生ルート行っちゃったり、後輩のカツオ節くんルートに行っちゃったりね。まあお二人とも俺のタイプだから構わんのだけど、とりあえずカツオ節のハッピーエンドが見れるよう全力を尽くして頑張っていく所存なのでよろしくな。で、続きからなんだが、カツオ節くんは日本舞踊部を一人で切り盛りしようとしていて、3年くらい前に過労で倒れた子というのがこの子じゃないかと思っているんだが、そうするとね、ちょっと幽霊かなっていう感じ、ちょっとねホラーチックになってくるんだが、とりあえずその日本舞踊部を盛り上げるために5人いれば部活としてやっていけるということで、人望厚いツナが部員集めをしてくれたんだけど、部員にね電波全開の俺様がいるということで、みんな恐れをなして逃げてしまったというシチュエーションから始まるんだ。よろしくな。ツナ、幼馴染。すまん、道だね。俺が悪かった。謝るから手にしたバールのようなものを下ろせ。で、肝心の部長くんはどこにいるんだ？おかしいな。場所は伝えてあるんだけど。部室にいるかもしれない。行ってみようか。それだって部室へ移動する。入部希望者を案内するから来るようにって言ったのに、どうして来なかったんだろう。失礼なくせに真面目な鰹節のことだ。約束を守らないのは考えにくい。何か事情が。かすかな香りに気づいて思考を止める。あいつと会う時に必ず、なぜか必ず漂ってくる香ばしい魚介の香り。かつお節、どこ？ほら、剣道場のとこ。ん？なんだか様子がおかしい。具合悪いのか？心配した次の瞬間、かつお節は倒れた。やはり薄命の運命を背負った人間なのか。おい、どうしたんだ？僕はとっさに駆け寄る。抱き起こした後輩は顔色が悪く、苦しそうだ。息も浅い。大変だ。早く保健室に連れて行かないと。ツナ、手伝。振り返るとツナは少し離れた場所に立ち尽くして僕らを見下ろしていた。歩み寄る気配すらない。鰹節がこんなに瀕死の状態なのに。そしてあろうことかツナは落胆した風にため息を吐いた。ああ、そういうこと。お前が見てるのは幻覚だぞ、とそういうことか。なんだよその態度。お前そんな薄情なやつじゃないだろ。ごめん道だね。俺ができるのはここまでだって感じ。すぐそばで誰かが困ってるのを見て放っておけるようなやつじゃない。どうしてだよ。まるで何も見えてないみたいに平然としていられ。そういうのは見えないんだ。目の前が真っ白になった。やはり幽霊でしたか。日舞剣を復活させた子？うん、覚えてる。地味だけどすごく存在感のある子だったよ。不思議な矛盾だな。掲示板に貼ってあった募集のポスター、そっけなさすぎて埋もれちゃってたな。努力も空回りか。好きなこと以外は不器用だったみたい。自分の好きなものに正直で、口が悪いのがたまに傷だけど、まっすぐな良い子だったよって。うん、彼の名前は鰹節。先輩。鰹節は神妙な面持ちで僕を見つめた。あの後僕は鰹節を部室へ運んだ。目を覚ますまで待つつもりでいたけれど、
いつの間にか彼の姿は見えなくなっていた。たった一人でいる物質が見たことのない場所のように感じて、しばらくそこで途方に暮れていた。ふとラム先生が話していた3年前の日武研のことを思い出し、僕は美術室へ向かった。そしてそこで詳しい話を聞いた。思い出しました。俺は持たなかった。何を持たなかった？ざわざわと不安が押し寄せる。先生から話を聞いて出した結論、それは到底信じたくないものだった。僕は嫌な結論を否定してほしい一心で彼の話に耳を傾けていた。今日もカミカミだな。俺の一族はみんな短命なんです。ほう常に身を削って生きています。まあそうだよな、鰹節だもんな。そんな状態で舞踊なんてやってて大丈夫なのか？それが身体の保存という意味なら大丈夫ではありません。入学する頃には俺の身はだいぶ削られていましたから。だったらなんで？踊ってこその鰹節だから。ああ、ここでギャグきたか。静かでとても力強い声。僕は何も言い返せなくなる。待って香りを立たせない鰹節に何の意味がありますか？そんなものに存在意義などないな。確かに保存しようとすれば長らえることはできます。だけど何の意味もなく長らえたところで、そんなの死んでるのと同じです。鰹節ってなんか周りにカビを生やさせて発酵が進まないようにしてんだっけ、なんか腐らないようにしてんだよね。命を削るとしても俺は待っていたかった。そして寂しげに目を伏せた。夏まで持たなかった。悲しすぎるぜ。なんて頑固なやつなんだろう。命を削ると分かっていたくせに。そしてアルセ道真でお前はシックスセンスかよ。かたくなに舞踊を続けた。かたくなに自分を貫いた。馬鹿げている。身を削ってまで舞うなんて馬鹿すぎる。命を蝕まれるのはどれだけ怖かったろう。どれだけ固い意志があればその恐怖に耐えることができるだろう。それもたった一人でだ。僕ならきっと耐えられない。お前の電波は常にお前を一人にしているがな。これは俺が選んだ結末です。哀れまないでください。哀れむもんか。たった一人でよく頑張ったね。お前はすごいよ。お墓の場所教えてくれ。バカで頑固でだけど決して哀れではない後輩は満足そうに微笑んだ。最後までやりたいことをやり通して、あなたみたいな人までそばにいてくれて俺は満足です。おもむろに立ち上がる。俺はもうここにはいられません。香りはいつか消えるものです。だからこれが最後です。最後の舞となるでしょう。背筋を伸ばしゆっくりと舞い始める。刹那漂う香りが一層濃くなる。部屋の空気全体から鰹節を感じる。物質に残った香り、それは3年前にここにいた少年の名残。鰹節のカスが部屋中に散らばってるとかね。思い返せば今目の前で舞う少年は必ずこの方向とともに現れた。彼の正体はこの香りなんじゃないだろうか。まるっとお見通しだ。僕は考えるのをやめた。彼が何であろうと、僕が会って話した鰹節という少年は確かにここにいる。僕はただ
披露されることのなかった舞を目に焼き付け、焼き付ければよい。彼の貫いた生き様を見届ければいい。それだけで十分だ。とても長い時間、そう感じただけかもしれないが、僕は舞に見入っていた。そしてお別れの時が来たか。気がつくと後輩の姿はなかった。南無阿弥陀仏。部室には僕一人、違った、小さい人たちがいた。畳の上に寝そべってるんだったな。何持ってるんだ。その中の一人が掲げた小さな欠片をつまみ取る。あ、小指の先ほどの濃い茶色の欠片。鼻に寄せるとかすかな香りを感じた。最後の悪あがきか。片隅の部屋で出会った後輩のことを僕は決して忘れることはないだろう。このアルセ道真、しかとその匂いを覚えたり。確かに香りはいつか消えるけれど、香りの記憶は強く残るのだから。これはハッピーエンドなのか。切ないな。ハッピーだなこれは。お、鰹節くんがトップの画面に出てまいりましたね。ということで、まあ、鰹節ルートはバッドエンド踏まなかったかな。覚えてないや。とりあえずね、グッドで終わりましたかね。ちょっと切ない感じの終わり方でね、しんみりきちゃいましたが、まあ、なんかシリアスなギャグとも言えるかなって思いますね。鰹節が舞う姿をね、今度お好み焼きでね、鰹節をと青さでしたっけ、添える時があったら彼のことを思い出していただければ、俺としてもこの動画を実況してよかったなという気持ちになりますので、ぜひね、彼のことを思い出してあげてください。踊りの好きな彼のことということで、今回はこの実況を終わりにしたいと思います。グダグダプレイで申し訳ございませんが、また今度ツナ行きたいんだけど、ツナルートは結構難しいみたいでね。あと転校生の、馬肉か、馬肉、野郎っていう感じのね、ちょっとツンデレ系の人を対象にやっていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。じゃあの、バイバイ。